はい、皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、ラフマニノフ交響曲第2番の解説を始めていきたいと思います。今日は第一楽章2回目、68小節目から1番括弧198小節目までを解説していきます。69小節目からアレグロモデラート、2分音符イコール63の速いテンポになります。で、アフタートになります68小節目はまだ前のラルゴのテンポが続いていますので、ここは4分音符単位のカウントになりますので、このようなリズムになります。次のテンポでアフタートに入らないように注意していただきたいと思います。で、ここから先はピチカートが続いていますが、もうポジションはお好みで取っていただいて構いません。C で上げますと、第3ポジションでまとめて取ることができる部分が77小節目から3小節間にかけてになります。で、ここを初めから A を第3ポジションで読んで取ると、ここ D までを全てまとめて取ることができます。このような形となります。で、同じ要領で90小節目から3小節間にかけてもまとめて取ることができます。この D のオクターブまで全てまとめて取ることもできます。で、93小節目アフターフトから2小節間も第4ポジションを使ってまとめて取ることもできます。 A 線を使って杖を2で取ります。で、次がハーのオクターブと A のオクターブになりますので、 D 線と A 線でハーのオクターブで、 G 線と R 線で A のオクターブをまとめて取ることもできますので、もう効率よく省略したいのであれば、こちらのポジションを使っていただいても構いませんし、あるいは下の杖ハーを第1ポジションで2、1と取った後、オクターブ上がったハーから第4ポジションに跳躍して取っていただいても構いません。95小節目から先を通して演奏します。で、まだクレッシェンドが続きます。で、フォルテの部分はたっぷりと鳴らすようにしてください。で、アルコになります105小節目、ここはメゾフォルテクレッシェンドになりますので、アップダウンと弾くようにしてください。で、すぐピッチカートの持ち替えを行います。ここは持ち替えを素早く行うようにしてください。続いて114小節目アフタクトから、ここから2分音符イコール72とテンポが一段と速くなっていきます。で、まずポジションなんですけれども、最初は第1ポジションを中心にまとめて取ります。ゆっくり弾きますと、で、今止まりましたフィス・ゲーのスラーで、ギス・アーのスラーは D 線1本で取りますので、第2ポジションでフィス・ゲーを2-4で、ギス・アーは第3ポジションで同じく2-4と取っていただきたいと思います。で、その後はハーフポジションから第1ポジションを中心に取れますが、次のハー・セーのスラーは第2ポジションで2-4で、 D ・ A を第4ポジションで1-4と取った後、次のフィス・ハー・アーの3連符はポジションを変えずにフィスをアー線で4で、ハーとアーのスラーは D 線で4-1と取ると、ポジションを変えずにまとめて取ることができます。あとは第2ポジションに戻して、アーは今 A 線1本でアーを押さえて取ったんですけれども、異変して解放を使っていただいても構いません。124小節目から2分音符イコール80とテンポがさらに速くなっていきます。ここからのボーイングはもうダウンから入っての優順で弾き、で、128小節目でアップで終わりますので、次のピアノのベールはアップで弾き直しを行って、ここから弓順で弾いていただきたいと思います。このような形となります。もう一度114小節目アフタクトから今の場所まで通して演奏します。
このような形となります。134小節目からモデラート2分音符イコール76とテンポが少しだけゆっくりになります。上のパートで弾きますと、平均的にはこれぐらいのというふうに考えていただきたいと思います。で、ある子になります141小節目、ここは上下両方ともダウン一弓で弾くようにしてください。下のパートで弾きますと、ですぐピチカートに持ち替えます。で、次も同じくダウン一弓。あとは指順で弾いていただきたいと。で、上のパートのポジションなんですけれども、143小節目のハを1で取った後、Dは第3ポジションで4で取った後、次はアとゲになりますので、ポジションは変えずに D 線で4、1。で、次の小節のディズ、アまでまとめて取った後、ハでゲ線に戻して、で、あと第3ポジションでまとめて取れる形。ゲは今 D 線で押さえて取ったんですけれども、解放を使っていただいても構いません。アルコになります155小節目からのボーイングですが、上のパートは2小節間ハのタイの伸ばしになっていますので、ここは下のパートと合わせて途中で解放をしてダウンアップと弾くようにしてください。上のパートで弾きますと、ピアノが続いていきますので、テンポが比較的速ければもう4小節間の単位の伸ばし一意味でも弾けるんですけれども、少しゆっくりめの場合は2小節単位で替え弓をしていただいても構いません。その場合177小節目以降も同じく2小節単位で替え弓をしていただきたいと思います。で、テンポプリモになります189小節目ピアニッシモになりますので、上の弦をダウンで入ってオクターブ下がりました弦をアップから入って途中で1回分替え弓をしていただいても構いませんし、あるいはダウンダウンと聞き直しを行って、で、この弦を1回分解明してダウンダウンアップ、このように弾いていただいても構いません。その後ピッチカートを挟みまして、一番カッコに入った場合は69小節目まで戻りますので、繰り返し行う場合は戻った先を見失わないように注意していただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分で何と言っても外せないのは114小節目アフターフトからになります。補足として、ボーイングは最初ダウンから入って弓順で弾いていただいて構いませんが、譜面によっては117小節目の正 A のスラが抜けているものもありますので、もし抜けている譜面をお持ちの場合はここはスラになりますので、手書きでスラを書き込んで修正するようにしてください。この部分もいきなりインテンポで練習することはせずに、必ずメトロノームを使ってゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。